しぶといよ、ふーた。しぶとすぎる。もう終わりでいいでしょ。お前がなんでこのゆるキルランドに来たかわかったぞ。はあ？だから私は優勝してお金を。なわけ、お前は祖父母の遺産を引き継い会社社長なんだろう。社長だからって金持ちとは限らねえが、その反応を見るに外れてねえようだな。お前は別の目的でここに来た。それは、うっせInitiating safe mode override. はせっかくこの最大限に楽しむゆるキルジャッジメントでフータ様を撃墜した上でゆるすを選んでいい結果両方し何なんだかオッケー。ちくしょう、まずはあのPower out! Power!
また移動した。ここはカグラ様の脳のコアにつながるニュ。ここを突き進めばカグラ様に話を聞。もうここまで来た。カグラの言動には無。今カグラは無気になって聞く耳。カグラ、お前の本当の目的、俺は分かってる。心メイズスタートです。俺は犯人じゃねえ。それだけは確実だ。ライタは金のために人を殺すような奴じゃねえ。俺が誰よりもライタのことを知ってる。金じゃねえ。カグラの真意は別にある。カグラは家族が嫌いだというが、本当にそうか。祖父母のためにここへ来たんだ。そうでもなきゃ、ただの女子高生が人を殺すだの殺さないだの言えるわけねえ。そうだ、カグラのスマホケースにはあれがあった。突破！待て、カグラ、てめえがこのゆるキルランドでやってる。はあ？なんでお前はゆるキルパスポートを手に入れて、即俺たち二人どっちかはやってないかもしれないと思った。うん、確かに事件現場に残された DNA から言えば俺とライタのどっちだが、逆に言えば両方やってるとは。法廷でも俺とライタが10年も会ってないことは、お前はそれを知っていたんだ。すぐに執行ボタンを押さなかったのは、じゃあ俺とライタをこのまま殺してもてめえのも、はあ、てめえがここに来たり服し気にしていないように振る舞っていたが、てめえは、はあ、何って、てめえは本心、さっきもゆるキルランドに、うん、それにお前のスマホケースの、見えたの？殺されても気にしないような人の写真を、幼い頃に両親と別れたからなおさ、じいさんとばあさんを大切。じいさんは他人には厳しかったかもしれないが、ばあさんは厳しかったそうだが、全部お前の、俺も同じだ。ライタのためと思って、俺みたいなダメなやつとは関わ。ライタが連絡を返してこないことを理由に、そんなもん、お前もうすうす自分の気持ちだから今更にな。家族は大切だ。俺、てめえは家族を散々に言っていたが、家族がライタしかいなかった俺には分かる。お前が家族、うるさい、信じろ。俺もライタも確かに金はなかったが、何かがおかしい。俺は友達に騙されただけだが、ライタは道に外れたことなんかしねえ。きっとはめられて借金を背負ったんだ。事件に関する俺の証拠は捏造され、事件前のライタだって
はめられて借金を負ったんじゃねえの。じゃあ事件自体が仕組まれてるかも。そんなの、バカ野郎、偶然ができすぎてるだろうが。俺とライタは孤児院を出てから会ってないし、それが二人とも同時期に借金を背負うか、証拠はねえ。だが死ん、うるせえフータ。ですよ。あれは心コア。神楽様の心の中心部です。わかん、一人ぼっちじゃ。わからねえなら考えりゃ、ないなら探せ。欲しけりゃ努力しろ。わーわー泣いてたって状況は変わらねえんだよ。最後にてめえをぶっ。ちょっとちょっと、神楽様、結論を出さないまま撃墜されてしまいましたよ。おやおや、残り時間わずかですね。制限時間聞いてねえぞ。まあ今回のゆるキルジャッジメントは
カグラ様がどう決断するかというゲームになっておりましたからね。我々としては結論を出さないままズルズル続けられても困るんですよ。カグラ様、どうされるか早く決めてくださいね。なんなのよ、こんなの、なんなのよ。私、ああ、もう時間ないです。ライダー、よかった、まだ死んでねえ。ゴー、カグラ、頼む、頼むからライダーは殺さないでくれ。じゃあ、あんたを殺せばいいの？俺だって無実だ、殺される筋合いはねえ。よん、何をめんどい、嘘。3。お前も人なんか殺すんじゃねえ。殺したって何も前に進まねえんだ。2。じゃあどうすればいいんだよ。パパもママもいない、じいちゃんとばあちゃんもいない、家族は一人もいないのに、どうすればいいって言うんだよ。じゃあここで誓ってやる。1。俺が真相を絶対に暴いてやる。優勝して無罪放免になったら絶対に真実をお前に教えてやる。何年何十年かかっても絶対に俺は諦めねえ。俺の一生を捧げる。俺はてめえのもんだ。一生かけててめえの人生に尽くしてやるよ。終了。許すか殺すか、カグラ様、決められませんでしたか。おかしい、ウータ、今の何、もしかしてプロポーズ。マジプーじゃん。あ、あ、そんなつもりじゃねえ。ダメー、私ちゃんと聞いたもん。一生かけてカグラちゃんを幸せにしますって。そんなこと言ってねえだろう。リンコちゃん、私はちゃんと決めたよ。フータもライトも許す。おい、最初のルールと違うんじゃ。執行人の私が言ってんじゃん、なんか文句ある？さっき私のためにルール変えたんだから今回だってできるでしょ。もったいないですね。まあ執行人が決めたことなら我々は従いますよ。これにてゆるキルジャッジメントは本当に終了です。じゃあさっさとライタの手当てしてよ。死なせたら許さないから。カグラ様、なんか怖いんです。しょうがないですね。わかりました、至急対応します。カグラ、ん、ありがとう、ライターを、俺を救ってくれて。なんかこんなに直接的に気持ちをぶつけられるとかなかなかないじゃん。それでフータのことは信じようって思った。犯人じゃないって。だからさ、フータが信じてるライタのことも信じないといけないかなって思ったんだよね。私バカだから理屈とか証拠とかよくわかんないけど、あんなに人を思える二人が人を殺したりなんかしないかなって。それは誓って言える。俺はもちろんライタは刺される寸前まで否定して。もういいって。それよりさ、すっごいお得な買い物しちゃったから、それの方が嬉しいよ。は？私忘れないよ、フータが私に言ってくれたこと。
一生てめえに尽くすか。俺はお前のものだとも言ってたよ。まあその場しのぎじゃねえ。約束は破らねえ。ちゃんと幸せにしてね。だからそれは言ってねえだろうが。